じゃあ自己紹介から。背番号何番、何々です。まあ、なんかボケてもらってもいいし。ボケたんとどっち翔吾、やっぱ先輩として。プロ初ゴールの感想を聞かせてください。嬉しいんですけど、全く見てないんですよ。ギリギリミスしたんだよ。バイスとコミ組んでて意識してること。試合中そんな怖くないっていうのが試合中、はい、今季新たに心がけていること、意識していることはありますか？試合には勝ちたいとかは、ずっと思いますけど、大きいスクリーンでしか考えてないっていうか、そんな長いこと喋ったら初めて聞いた。背番号19番浅田翔吾です。背番号32番光月総一郎です。11-9楽しみたいと思います。イエイ。北海道在住港です。今日は光月総一郎選手に質問があります。光月選手、小さい頃からずっと応援しています。さて、光月選手は小さい頃からサッカーを頑張っていたと思うんですが、小さい頃から今も変わらず続けていることは何ですか？また小さい頃からここは成長したなと思う部分はどこですか？教えてください。なかなか応援にはいけませんが、画面越しに活躍をしてくれることを期待しています。頑張れ、総一郎。ありがとうございます。北海道高校の4年生の時の僕の担任先生で、サッカーの試合とかを見に来てくれてて、で年賀状とかも毎年、はい、びっくりしました。小さい頃に大事にしてること、やっぱ小さい時から今もなんですけど、まずやっぱサッカー楽しむってとこと、自分が上手くなるためにどうやったらいいのかっていうのを考えて練習してるとこは多分今も変わんないと思います、うん、逆に大人になって今プロになって、はい、ちっちゃい頃から変わったなと思うことある？まあ、ただボール蹴るだけじゃなくて、まあ、これどういうシーンに必要やなとか、そのシーンごとに、シーンごとっていうか、まあ、頭どう使えるようになったかなと思います。ほんまに？超ある。小学校からずっとっすよね。試合には勝ちたいとかはずっと思いますけど、でもなんすかね、なんか大きい括りでしか考えてないっていうか、うん、サッカー楽しむとか負けたくないとか、うん、そういうのは自分の中ではありますけど、うん、でもやっぱ心境とかはどんどんちょっとずつ変わってくる、考え方とか、ね、うん、まあ、今優勝争いっていうか昇格争いしてるけど、うん、その1試合に対するモチベーションを何割でいって、まあ、来年とか自分こうなってたいなみたいなところにモチベーション合わすのを何割みたいな感じでいろいろこうやっていったら、ちょっとずつうまくいくんじゃないかなっていうか、プレッシャーもかかりすぎず楽しむっていう、うまく楽しめるんじゃないかなとか思いながら、いろいろ考えるようになりました。めっちゃ喋るやん。翔吾がそんな長いこと喋ったら初めて聞いた。ありがとうございます。光月選手への質問なんやけど。、まあ、やっぱ今のその時々の自分がほんまに応援してもらえるかって考えるようになりまして、うん、多分練習でうまくいかなくて不適されることとか、もちろんまだ若いし、まあ、まだまだあれなんであるんですけど、でもなんかそれでほんまにいいんかっていうのを常に考えて、毎日毎日、いや、こう本当に応援したい選手って自分の中でこうやから、こうならなあかんなっていうのを考えながら、ちょっとずつできるようになってきたかなっていうのがあります。メンタルコントロール、はい、ってくされるもんな。されます。そう極端なんですけど。じゃあ、もう皆先生なんか言っとく。はい、一言言っといてあげたら。うん、いつも応援ありがとうございます。うまくもっと結果残せるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。
オッケー。京都府在住21歳福岡新平です。浅田選手と大月選手に質問です。女性の好きな仕草とこのカメラに向かって決め顔をお願いします。はい。女性系仕草って仕草好きな仕草ありそうやね、翔吾。あります。仕草じゃないですけど、うん、急になんかイメージ変えてきたりしたらおってなります。あの髪今まで結んでなかった人が急に髪結んできたり、前髪あった人が駆け上げてイメージ変えてきたりしたときに、うん、おってなります。それ気づける？すぐ気づきます。めっちゃ男前やん。いやいや、でも先輩に女性の髪切ったとかそういうの敏感に気づけるようになれよ教えられてんな、はい、すごいな。仕草ってむずないですか？でもまだあれか、総一は若いんで今度なんかあるやろ。でも難しいな、なんか質問が難しいな。まず質問悪いですね。仕草結構あるやろ。髪かき上げてるとか振り向くとかさ、あのさ、力仕事ですか、するときにちょっとこの一折りって言うんですか、ね、一巻きする感じが、なんかこんぐらいの腕でやってるのが好きですね、僕は。なんかめっちゃ変な感じですか。なんかそれはね、人それぞれ。あんま刺さってないわ、あ、僕がか難しいっす。いや、OK、じゃあ決め顔。決め顔。ただこの時に、なんか新平が言ってたのは、翔吾さんに殺されるかもしれへんよ。これそいつだけのやつ。いや、きつ。やっぱ勝負イケメンなんで求めてる人と思うんですよ。どうする？違います？決めが一緒にあるし。3、2、1、言おうか俺が。じゃあいくで。死んでる流れ。3、2、1。ダメだ。顔すぶり見えないと思う。京都市在住17歳、花さん。光月選手は2019年のファン感謝デーのルーキーズトークショーで好きな女性のタイプはと聞かれた際、完璧な人が好きと答えておられましたが、2年経った今でもそれは変わっていませんか？お二人の好きな女性のタイプを知りたいです。皆さんの好きな女性のタイプとか、あー、どんな方タイプです？僕は、まあ、結構完璧な人が好きなんで。完璧？あ、え、そうなんだ。可愛くて、優しくて、うん、まあなんか面白くて、はい、性格良くて、完璧だね。完璧だ。まあ完璧な人が好き。あの時は理想が高かった気がします。今も低いわけじゃないですけど、でも2年前だろ。2年経って気づいたことは、完璧な人なんていないです。僕も完璧じゃないんだ。完璧すぎたら嫌じゃない？今思ったら嫌っす。自分が苦しくて嫌っす。自分がさ、今のじゃあタイプ、うん、思いやりを持ってる人が好きですね。そやな、人間性に寄ってきたよ。大人だったよ、人間で。あとはまあ身長が高い人が好きです。ああ、そうだよ、はい、僕も前まではもう見た目重視だったんですよ、ほぼ、うん、なんですけど、もうあんま関係ないです。性格、大事なのが中身だなと思ってて、うん、2人とも闇抱えてたんですけど、時間が経てばね、そうですね、高校生の時とかはもうね、全然違う。そうやな、そりゃそうやな、はい、経験ですね、何事も。でも一つが、私はとにかくめちゃくちゃ朝弱いのですが、お二人は朝得意ですか？良ければ起きろとカツを入れてほしいです。僕結構余裕持って行動したいタイプなんで、朝もあんまギリギリに起きないですし、うん、ちょっとなんか朝のゆっくりしてる一人の時間が好きなので、うん、朝ちょっと早く起きたりするのは好きです。じゃあ得意な、はい、僕めっちゃ強いと思います。うん、多分起きてすぐ走ったりできます。すごい、もうなんか
あんま分かんないですよね。ああ眠いみたいなのが、うん、来たらもう起きるってなるじゃないですか。なんか朝ちょっと時間あった時、あって過ごした時の方が余裕があるっていうか、うん、なんか心がギリギリの時より、うん、ああで勝つ良ければ起きろって勝つを入れてほしいですよ。花さん勝つ入れ勝つで入れるのもおかしいですね。入れてほしいんやって起きれへんやろな。頑張って起きてください。花さん起きるかな。なあちょっと教えよかったな。京都府宇治市在住47歳、新田てるまさてるさんかな、間違ってたすいません。お二人のそれぞれの地元のおすすめの場所があれば教えてください。はい、地元は長野県安曇野市です。と京都府の宇治市です。宇治市宇治市の人に宇治市の人に宇治市ですか。そう、宇治市の人に。じゃあさっきあれしようか、勝負しようか。はい、うん、僕も15歳ぐらいまでしかいなくて、土日とかはずっとサッカーしてたんで、あんまどっか遊び行ったとかいうのないんですけど、でもやっぱ長野って言ったら自然なので上高地っていうところがあって、キャンプとかもできたりするんですけど、そこの自然は、まあ、僕ずっとやっぱ長野住んでて、もともとこう多少慣れてる部分はあるんですけど、上高地行った時はすげえなと思いました。なんか川とかもあったり、北アルプスがバーって見えたりするんで、そこはすごい綺麗だなと思いました。俺も2、3回行ったことあるけど、松本さん、やばいな。やばいですよね。いやもう日本じゃないよね。はい。日本にいるなんかこう、ヨーロッパのそのアルプスのそんな感じですよね。とこに来たみたいな。すごい行ってる。そうそう、ほんま特別な場所やと思う、あそこ。機会あれば、ぜひ行ってほしい。絶対行った方がいいな。はい。地元宇治を紹介してください。宇治の先輩に。地元宇治を紹介するって難しいですよね。でもあんま分かんないですよね。やっぱおすすめ、僕あんま行ったことないんですけど、ちっちゃい時何回か食べたら、やっぱ玉木亭は有名だと思います。今の大箱らへんの玉木亭は美味しかったイメージがあります。ちっちゃい時に食べて。今行かへんの？今はあんま行かないですね。パンがそんな好きでも行かないんで。そんな紹介のしかない。玉木亭行ったら絶対定休日なんですよ。いや、月か水休み。そうそう。で、だからチームがオフの日とかは結構行かれへんのよね、はい。行ったらずっと閉まってるんですよ。調べろよ、行く前に。京都府宇治市在住、20歳、高丸大輝さん。友達。高月選手に質問です。天皇杯今治戦でのプロ初ゴールの感想を聞かせてください。もう一つが、張監督の尊敬するところはどんなところですか。小月選手、リーグ戦初ゴール期待しています。これからも頑張ってください。ありがとうございます。じゃ知り合い出てくるやん。知り合い出てます。宇治市っていうちょっとビクッてしまった。頭しか。初ゴール。初ゴール。うん、天皇杯初ゴールの感想。まあ、正直左に当てて、キックミスで右にって入ったんで、入っちゃったと思ったら入ったんで、その時はなんか入った瞬間はなんか変な気分でした。嬉しいんですけど、思った時に蹴れへんかった悔しさみたいなのもありつつ、でもやっぱ時間経ったら嬉しくて、体は自然にあのバックスタンドっていうんですか、そっちに走ってました。じゃああんまり納得いってないこと。納得いってないですね。キックミスしたんで、あれは。じゃあ張さんの尊敬するところはどんなところですか。やっぱ選手一人一人にほんま真剣に向き合ってくれてるなと思ってて、なんかやっぱ言葉では出さんけど、自分の多分態度とかその顔の感じとかで自分の持ってることを察したりして、それがネガティブな方やったら呼んでもらってマンツーマンで喋ったりとかしてくれて、なんかすごくほんまに一人一人のこと考えてくれてるなとは思います。うん、みんなそう言うよね。なんかこうすごく見てくれてるとかさ、特にアカデミー系はさ、アカデミー出身方も期待してくれてるやろうし、厳しい言葉もねいっぱい受けてるやと思うけど、
ありがたいね。はい。言われへんくなったら終わりやからな。言われなかったんです。ね。OK。ありがとう。京都市在住32歳、スパーティーさん。いつもありがとうございます。浅田選手への質問です。今シーズンとても活躍されていますが、張監督の指導によって今季新たに心がけていること、意識していることはありますか？今季は多くの試合でバイス選手とコンビを組まれていますが、彼とコンビを組むにあたりどういうことを意識したり、どういうふうにコミュニケーションをとっているのでしょうか？また浅田選手しか知らないバイス選手の一面があれば教えてください。練習に対する姿勢っていうか準備とかそういうのは心も体も含めてこう去年よりは意識高くなったというか、毎日本当競争だと思いますし、うん、そういう、まあ、本当に練習の細かいところとかも見てるので、なので、まあ、そういう練習が本当に大事なんだなって気づかされたのが今年になってからですね。もう一つがバイス選手とバイスとコンビ組んでて意識していること、またコミュニケーションどうやって取ってるか。試合中そんな怖くないっていうのがまず一つ試合中はい、なんかこう多分みんなプレイスタイル的にバイス見てたらこうガンガン上がっていくし、気持ちこう溢れててファイターな感じとかもあると思うんですけど、意外と冷静な時間帯も多いなっていうのと、でもやっぱ攻撃が好きな選手だと思うんでどんどん上がっていくんで、まあ、その分僕がこう守備の、準備というか、いろんな選手、まあ、川崎壮太だったりいろんな選手をこうバイスが上がっていった代わりにポジションを取らせたりとか、うん、まあ、そういった部分では、まあ、他の選手と組むときよりは意識は高くなるかなというか、守備に対する準備の意識はすごい高くなったなっていうのがあります。で、バイスの意外な一面、試合終わって1-0とか2-0で勝ったら無失点の試合数を言ってこう抱きついてくれるみたいな、意外とだからそういうのを気にしてるんだなっていうのは思いました、うんうん、なるほど、それは勝負しか知らんな多分、はい、無失点、まあ、最近あんまないんで、増やしていけるように残りの試合で頑張りたいです。じゃあ次、総一小月、はい、小月選手へ質問です。以前から本田圭佑選手をツイッターのヘッダー画像にされたりリツイートされたりして本田圭佑選手のことをリスペクトされているようですね。本田圭佑選手のどのようなところを特にリスペクトされていますか？また本田圭佑選手の名言の中で好きなものを教えてくださいと。シーズン前の練習試合では J1 のチームからゴールを奪うなど結果を出していましたが、リーグ戦ではなかなか思うような形にならずもどかしいシーズンになっているかと思います。現状を打破するために必要なことは何だと自己分析されていますか？またそのために日々トライしていることを教えてください。尊敬するとかやっぱりプレースタイルは全然違うんで、僕は気持ちの面とやっぱ言葉のなんか力とか、あと態度がすごい好きです。やっぱ一番好きなのはやっぱ有名なんですけど、成功にとらわれるな、成長にとらわれろって言葉がなんかすごく胸に刺されて忘れられないです。うん、確かにそれはいい言葉やな、はい、でも態度好きな、態度真似たり真似たりしようとは思わない、真似たりしようとは思わないです。ま、態度、性格とかは誰かの真似とかあんましたくないんで、うん、まあ考えて行動できないんで、うん、自分のその素のままの方が最初考えて行動するようになったって言ってました。言ってたよな、言ってたよな、確かに。サッカーのそのオフのところとかでみんな喋る感じが自己分析じゃ今なかなか試合に絡めへんくて、リーグ戦始まる前はゴールも上げていましたが、やっぱ気持ちにムラがあることがプレーにもつながってるなって思ってて、イライラするときはやっぱりプレーもちょっと雑になったりしてしまうんで、そういうところかなと思いますね。安定感っていうのはまだないと思うんで、まあ、もっとメンタル成長してプレーも安定するようにしないといけないなと思って
多分それがさっきの質問のなんか考えれるようになったっていうところに今年ちょっとつながったんじゃないかなと思ってます、うん、でもやっぱ自分のやってることっていうのは間違ってると思ってないんで、まあなんかうまくいかんからもう全部変えるとかじゃなくて、まあ、やってることを続けれることが大事かなと思います。うん、頑張ってるもんな。そう、頑張ってる、うん、そうやな、まあ、やり続けてると思うし、はい、あとメッセージがね、このスパーキーさんから。浅田選手、今季は飛躍の1年になりましたね。敵チームにサンガには浅田がいるから攻めづらいと思わせる存在に成長されることを期待しています。光月選手、2年連続でユニフォームを買うぐらい光月選手に期待しています。ありがとうございます。天皇杯のプロ初ゴールを現地で見れたことは本当に幸せな瞬間でした。もっともっとやれるはずです。ちゃんとにもあるように京都の誇りになってほしいと心から思っています。これからの活躍を期待しています。お二人とも大好きです。ありがとうございます。今思ったら総一ファン多いやん。総一ファンしかいない。ちょっと売り出していいかな。翔吾、はい、がこんなに喋るってイレブン級で初めてなんちゃう、はい、他のところで喋ってる、あんま喋らへんと、はい、ね、なんか聞いてくんないと喋んない。残りのやっぱ試合少ないですけど、まあ、チーム一丸となって、優勝できるように J1 に行けるように頑張りますので応援よろしくお願いします。残り試合数少なくなってホームゲームももう残りわずかですが、ぜひ一人でも多くのサポーターの人がスタジアムに来ていただいて、僕たちと一緒に一試合でも多く勝てるように、ぜひ力を合わせて頑張りましょう。よろしくお願いします。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。1万視聴回数お願いします。1人3回見てください。イエーイ。